先日、ツイッターにて、今の当事者界隈は、言語化がうまい発達当事者が発達障害の平均値とされがちで、境界知能の並存など、言語化の困難を抱える方が透明化されてしまうのではないか、透明化っていうのは、まあ、無視に近いかな、スルーされちゃうんじゃないかという問題提起を見かけました。実際、発信力のある芸能人などが、いわゆるキラキラ発達障害像を拡散することへの批判が現在でもありますし、 当事者活動はどうしても声を上げやすい人間からフォーカスされていった結果、本当に支援が必要な方の透明性を招いてしまい、そういった方に対しては状況がさらに悪くなるという構造上のジレンマにぶち当たって行き詰まるという懸念があると思います。このジレンマを突破するために当事者、支援者双方ができる努力には何があると思いますか鈴木社長のお考えを伺えれば幸いです。ああまさに ニューロダイバーシティも同じ批判がありましたね。要は、やっぱりこの、まあ、特に経産省が言っている文脈は、ここからこう才能を見つけ出そうみたいな感じで、あのまあ、ギフテッド系の IT エンジニア系の人をあの探すために、このニューロダイバーシティっていうのを出してきたんじゃないかと思われるようなまとめ方をしていて、やっぱり批判を受けがちですよね。 あとおっしゃるように、この言論の場、喋る場のところっていうのは、まあ言語力の高い、えっ、ー、と、まあ場合によっては社会的地位の高い、ええー、まあ、パッと出てきた,ったのが、勝間さんとか、小島恵子さんとか、武田騒雲さんとか、かなとかが、あの、おしゃべりされることが多くって、ちょっとその、おっしゃる通り、 実はサイレントマジョリティであると私は思っている境界知能の方とか、あの、喋りが苦手な方とか、言語化が苦手な方とか、まあこの実は YouTube のライブのところもそうですよね。私よく言うと思うんですけど、チャットのところで文章力ありますねと。だからそれは多くの方、あのいわゆる当事者の方、そんなない方の方が当然多い。それは別に当事者当事者じゃないよ。関わらず、 原告が上手い人がこういうところって投稿してきますので、ただ単に聞いて、あ、そうなんだっていうふうに、まあ、受け身的に参加している方の方が、実は多数ですよね。はい。まあ、それはおっしゃる通りだと思います。だから、どうするかっていうと、でも、まあ、こういう場はよく喋れる人とかが、やっぱり代表で喋るんだと思うんで、まあ、そういった代表で喋る人が、その、まあ、 まあ、いわば、まあ私もそうなんですけど、ノイジーマイノリティであるっていう自覚を持ち、そのサイレントマジョリティの方を考えながら発言をしていくとか、行動していくっていう、まあそこに尽きるんじゃないかな。うん。はい。まあ私、あの、東小平の豊かなもの、豊かになれるものから豊かになれって言葉、まあ大好きなんですけど、まあだってそうせざるを得ないですよね。はい。ただ、その時に、あの、 まあ今の中国が是とするかっていうとあれなんですが、あの、まあ、少なくとも資本主義っていうのは、あの、豊かになる人がどんどん豊かになる仕組みなんで、まあ、それはちょっとだから常に補正していかなきゃいけないんですけれども、でもその言論の場とか、この、その統治者活動の場は、えー、っと、豊かになるものっていうか発言できるものだけが豊かになるってわけではないと思うので、発言できるものがまず突破し、で、そこから、あの、そのサイレントマジョリティのところもきちんと救い上げられるように考えていく。 ということなのかなというふうには思います。